サリチル酸、サリチル酸、サリチル酸は、の一種の植物ホルモン。化学合成も、比較的容易である。小炎鎮痛作用、皮膚の角質軟化作用があり、医薬品としては、イボコロリや、ウオノメコロリで知られ、洗顔料などにも配合される。小炎鎮痛作用があるが、サリチル酸をそのまま服用すると、消化器障害の副作用が発生しやすく、ひどい場合には、 微線孔を起こして、腹膜炎の原因となることがある。この問題を解決するために開発された、アセチルサリチル酸、アスピリンに、内服薬としての地位は奪われた。ただ、サリチル酸には皮膚すらも侵す作用があり、これを利用し、皮膚の核化病変に対して、外用薬として使用される場合はある。常温常圧では固体であり、無色の針状結晶である。 ちょうどベンゼンの水素のうちの一つがカルボキシ元に置換され、さらにカルボキシ元から見ておるとくらいの水素のうちの片方が水産機に置換された構造をしている。サリチル酸は天然に広く認められる化合物である。植物内、特に果実にエステル体であるサリチル酸メチルやサリシンの状態で存在しており、これは消炎剤や鎮痛薬として用いることも可能であ。 その他、一部の食品やハーブ系植物などにも含まれ、カレー粉やスパイス類に多く含まれるとの報告もある。植物では、サリチル酸が、ウイルスやバクテリアなど様々な病原微生物に対する抵抗性、全身獲得抵抗性を誘導する鍵となる物質として働くことが知られ、この働きにおいては、ジャスモン酸と拮抗的に作用すると考えられている。 植物ホルモンの一種とされることもあり、分子生物学による植物免疫研究の対象である。ネアンデルタール人もサリチル酸を利用していた可能性が浮上してきているように、人類は非常に古くからサリチル酸を利用してきた可能性がある。柳に生理活性が存在することについては、古代イギリシャのヒポクラテスの書物に登場する他に、シュメール、レバノン、 アッシリアの文書にも登場する。また、チェロキー族などのアメリカ原住民も柳の仲間を下熱、鎮痛に用いていた。日本でも、普通には流用時として知られていた。しかし、これらの記録はヨーロッパでは忘れ去られた。その後、1763年にイギリスの被災であったエドマンドストーンが柳に下熱作用があったことを再発見した。その後、 1830年にフランスの薬剤師、アンディ・ジュルー、ヘンライラーとイタリアの科学者、ラファエレ・ピリアが、下熱成分、サリッチル酸の配糖体を分離してサリシン、ヤナギからと命名。その後ピリアはサリシンを分解して、新物質を発見、サリッチル酸と命名した。サリッチル酸の化学構造は、比較的簡単であり、ヤナギなどから抽出せずとも、 その前合成が可能である。1852年に、ドイツ人科学者ガーランドによって、初めてサリチル酸が合成された。1853年に、マールブルク大学のヘルマンコルベは、サリチル酸の構造を解明し、その合成法を確立した。フェノールに水酸化ナトリウムを反応させて、ナトリウムフェノキシドを得て、それに高温、高圧、高六気圧、 摂氏125度の元で二酸化炭素を反応させると、オルトイにカルボシル元が導入されたサリチル酸、ナトリウム、ソジウムスリシレイトが合成される。サリチル酸ナトリウムに硫酸を作用させると、サリチル酸が有利する。これを、コルベシミット反応、コールビー、シュミットリアクションという。一方で、カリウムフェノキシドに、同条件で二酸化炭素を反応させると、パライに、 カルボキシモトが導入されたパラヒドロキシアン即抗酸が90%程度生じる。これのメチルからブチルエステルはパラベンと呼ばれ防腐剤として用いる。かつて鎮痛作用を狙って使用されていた柳エキスは苦味が強い。この柳エキスに代わって19世紀にはサリチル酸が鎮痛薬として使われたものの副作用として 薬剤性の胃潰瘍を発症し、強い胃痛が発生するといった問題があった。これは、同じ成分を含む、柳エキスと同様の副作用である。その後、副作用の軽減のために、アセチルサリチル酸、アスピリンが発され、実際に副作用が減少したため、鎮痛薬として、用途でのサリチル酸は、アセチルサリチル酸にとって変わられた。 サリチル酸は、ベンゼン管に欠乏している、水酸元の影響で、カルボキシ元がプロトンを放出した状態でも、安定しやすくなるため、カルボン酸としては、比較的強い酸であり、そのは2.97である。皮膚を腐食する作用があり、例えば、腎上性有税、胃防を取るための外用薬の主成分として使用される、場合がある。 1919年には日本で液状のイボコロリとして発売され、1989年に絆創膏タイプが発売された。幹部に塗ることでコロジオンが飛膜となり、サリチル酸が皮膚に浸透し皮膚を柔らかくする。1996年には皮膚を軟化させる乳酸を加えたオノメコロリも発売されている。2014年のイギリスのガイドラインでは、 尋常性有性の治療にサリチル酸が最も推奨されている。このほか、サリチル酸とワセリンを主成分とする軟膏も、主に核化を伴う皮膚疾患に対する治療に用いられることがある。ただし、サリチル酸は皮膚からも吸収されて、そのまま血中へと入るために、広範囲に大量のサリチル酸を含有した外用薬を使用した場合、サリチル酸による 全身性の副作用が問題となりうる。2008年の日本皮膚科学会のケミカルピーリングのガイドラインでは、座層の皮疹、小判の日光黒史、小じわに対する角質のみに作用するサリチル酸マクロゴールの使用は良質な証拠はないが選択肢の一つとされており、サリチル酸エタノールの使用は推奨できないとしている。尋常性座僧、ニキビでは、 日本のニキビの治療ガイドラインでの推奨度は低く、日本での保険適用外である。これは、サリチル酸マクロゴールでは角質に強く作用するため、比較的安全性も高いのに対して、サリチル酸エタノールでは浸透性が強く、経費吸収されて中毒、サリチル酸中毒も起こりやすいためである。化粧品に、サリチル酸が配合される場合もある。ピーリング作用のある化粧品、 洗顔料などでは、サリッチル酸の配合濃度は、日本では最大でも 100g 中に 0.20g までに規制されている。一般的な化粧品では2%まで配合され、専門的なケミカルピーリングでは10から30%といった濃度で用いる。日本では1879年から飲食物の防腐剤として1903年以降は、 酒の防腐剤として用いられていた。しかし、風の勧告や、世論の反対運動などによって、1969年に、全面禁止となった。なお、サリチル酸誘導体のパラアミノサリチル酸、パは、結核の治療薬として用いられている。サリチル酸の作用の一つはの活性化であり、これが、サリチル酸とアスピリンの効果の一部を説明できる、ことが示唆されている。 サリチル酸は人に投与されても代謝されることなく未変化体のままで腎臓から尿中に排泄されることもある。このため、例えばアセチルサリチル酸の大量服用による中毒時などのように、人の血中に大量のサリチル酸が存在する状態になると尿中に大量のサリチル酸が排泄されてくる場合がある。特に尿の pH がアルカリ側に傾くと、 尿中へのサリチル酸のままでの排泄量が増える。そのような時の尿に塩化第二鉄の水溶液を加えるとサリチル酸はフェノール製の水酸元を持っているために低食反応を起こし尿が変色する場合がある。尿中にサリチル酸が50マイクログラムミリリットル以上の濃度で含まれていると塩化第二鉄水溶液による低食反応が起こる。 併用中にステロイドを原薬すると、サリチル酸誘導体の濃度が上昇し、サリチル酸中毒を起こす薬物相互作用が報告されている。主な症状は、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気、意識障害など。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。